could easily, I wanted to play the first chapter of Yakuza 6. So, without further ado, let's get started. Well, I'm not new. Some of these combos are pretty crazy or grindy, so I'm just going to go. Alright. Let's have a listen, shall we? ねえ、大丈夫ですか？例のやつ、そろそろ時間なんじゃ。いや、まだいいだろう。俺がこいつをゆっくり味わってからだ。うちのお客に勝手なこと言わないでくれる？こいつよりわしの方が常連じゃろうが。ママはどっちの方が大事なんじゃ？お？今度こそ白黒つけちゃうけの。ああ！早ついてこい！何すかすんで！ちょっと南雲くん。あ、いや、また後で弁償するけんの。ごめんって、キヨちゃん。すぐに戻る。かばしたらいい。二度とここに顔出せないようにしちゃろう。また後で来るけんの。おいじゃ。覚悟はええか。ああ。ええ加減なめとったらどえらい目に遭うちゅうことをしちゃろうや。念仏でも唱えとけ。わしもの惚れた女の前で酷にされたままじゃ、かっこつかんけの。広島ヤクザ敵に回したんか。運のつけじゃ。すかした顔してなめ腐ってから踊れ。おい、何じゃ。あまり時間がねえ。早いとこ済ませてんだがな。なんなら、そんなに死に急ぎたいちわけかの。いいからさっさとかかってこい。お前の脳が効いてるとこっちの予定が狂っちまう。そんじゃったら安心せ。今日から先踊れの予定は全部8じゃ。Come on!
調子悪かった。そしたら第一ラウンド終了じゃ。わしも体が温まってきたけ、こっからが本番じゃ。お遊びにはもう十分付き合ってやった。今のは肩慣らしじゃ言うとろうが。いい加減にしやがれ。俺にはもう時間がねえんだ。なんだろう。遊び相手なら他のやつは誰。お前と違って俺は忙しい。お帰りなさい。ああ、どうにか間に合ったな。ええ。さあ、キリュウさん、これ。
私はここにいるよ。ハルカちゃん、秋山さん、先生に話聞いてきた。キリュウさんは大丈夫だ。2週間もすれば退院できるってさ。そうですか、ありがとうございます。ああ、それにしてもさっきのステージは思い切ったね。ニュースで何回も流れてる。ただあそこで君が言ったようにはいかないかもしれない。元ヤクザに育てられたアイドルのステージでの引退宣言、その周辺で起きていた登場会や大見連合の抗争、テレビの騒ぎで分かってるだろうけど、君と桐生さんが一緒に暮らすには覚悟がいるよ。周りが静かになるまで少し時間がかかる。ええ、まあ俺なんかが外野から口出す話じゃないか。キーラだな、きっと大丈夫。乗り越えられるさ。はい、秋山さんには本当にいろいろ助けてもらって。そういえばお仕事の方はいいんですか？マチキンの社長つってもうちは秘書がしっかりしてるから、少しくらい俺がフラフラしてても大丈夫なんだ。気にしないで。ハルカちゃんは？キリュウさんが良くなったら沖縄のあの養護施設に朝顔に戻ることになるのかな。多分そうなると思います。私やおじさんにはあの朝顔が家で、あそこに住んでいる子供たちが家族ですから。そっか、じゃあカムロ町もまた寂しくなるな。なんや、サツの旦那方、えらい怖い顔して。患者ら怖がっとんで。俺に言おうよ。は？脱獄で捕まるのはこれで2回目やな。話が早くて助かるな。酌量の余地はある。冴島隊がおとなしくする。ジタバタする気なんかあらへん。ちっ、クソめ、なんで兄弟ばっかりこんな目に遭うんや。ええんや、あとのことを頼んだで。兄弟、お前らが登場会でごたごたの後始末しとる間、俺は無所で楽させてもらう。それから桐生一馬の病室はそこだな。な、何やと？警視庁の者です。どうかそのままで。桐生一馬をカムロ町での暴行傷害並びに器物破損の容疑で逮捕します。警察は元登場会会長桐生一馬容疑者を事件の首謀者として逮捕しました。今回の桐生の逮捕、あれは警視庁のメンツをたどるためのパフォーマンスだ。パフォーマンス？
抗争を引き起こしたのは間違いなく近江連合なんだが、世間から見りゃ近江も東条会もヤクザに変わりねえ。東条会関係者からも逮捕して両成敗にしねえと世間を納得させられねえんだと。まあ警視庁もちゃんと仕事してるってアピールだ。確かに桐生さんは東条会の元四代目です。けど今回の抗争を収めるのに一番体張ったのもあの人だ。なんとかならないんですか、伊達さん。桐生さんの担当刑事でしょ。誰が桐生担当だ、人聞きの悪い。そもそも桐生さんだけ逮捕されるってのはどうなんです。現役バリバリの東条会幹部はお咎めなしって聞いてますけど。警視庁のポーズのために幹部連中捕まえたら、今度は東条会の下の連中は収まらねえだろう。せっかく終わったヤクザの抗争に警視庁が火つけ直したってことになれ、上の首がいくつあっても足りねえ。だからって引退してた桐生さんを東条会の代表として逮捕するんですか。東条会の四代目ってだけじゃねえ。桐生一馬ってのは堂島の竜で通った伝説の国道だ。いくら足洗おうが肩着から見りゃ十分裏社会側の人間なんだよ。おじさんはまた刑務所に入ることになるんですか。まっとうな弁護士がつけば無所には入らずに済むはずなんだが、桐生の出方したいか。なんか歯切れが悪いっすね。俺も桐生とは付き合いが長いんでな、今頃あいつが何考えてるかなんとなく想像できちまうんだよ。Oh boy, I have to say something about this. This is for a Yakuza game. This is an absolute disappointment. This is an obvious bait to Omezame desu ka? Game looks good. Yonde.大悟か。お互いみっともねえなりだな、六代目。いくらか桐生さんの方がマシですかね。そうみてえだな。何か話があるのか。ええ。桐生さんのことで妙な噂を聞いたんですが。よかったら。少し外の空気でも吸いに行きませんか。噂ってのは他でもありません。桐生さんが無所に入れるって話です。弁護士立てていくらでも避けようがあるのに、なんでそうしないんですか。家族のところに戻るためだ。沖縄の朝顔のことです。ああ。俺がこのまま沖縄に戻ったとして、朝顔の子供たちが遥かと静かに暮らせるとは思えない。どう言い繕ったところで俺は元極道だ。遥かはその関係者だ。世間の目引いちまった以上、マスコミに追われるのは目に見えてる。俺がはるかにその覚悟があるとしても、朝顔の子供たちを巻き込めない。
俺がまっとうにあいつらの元に戻るためにはけじめが必要なんだ。それはわかります。でも無所に入るって何年ぶち込まれるかもわからないんでしょう。はるかちゃんやあなたを待っている人たちをいつまで待たせる気なんですか。キリュウさん、本当にそれでいいんですか。俺やはるかに世間が注目しているからこそ今回はいいタイミングなんだ。次無所を出たら今度こそ俺も日の当たる場所を歩ける気がする。ドームステージではるかが堂々と俺のことを家族と呼んでくれたなら俺もそう呼ばれて恥ずかしくないようにしておきて。はるか、よく来てくれたな。変わりないか。そんなにすぐは何も変わらないよ。朝顔も相変わらず、みんな元気にしてる。そうか、ならよかった。本当はみんなもおじさんに会いたがってるんだけど、沖縄からだとさすがにお金かかるから。沖縄の人たちはみんなよくしてくれてる。だから何も心配しないで。マスコミに追われたりはしてないか。たまにそういう人も来るけど大丈夫。すまないな、はるか。今の俺には何もしてやれないが、仮釈が出ればあと3年くらいで出られると思う。それでも俺はこんな俺のことを家族と呼んでくれたお前に恥ずかしくない人間になりたいんだ。ここから先の3年はそのための時間だ。どうかしたか。私は芸能界に入っておじさんのことを家族と呼べないのが辛かった。うん、芸能界に入ったことを後悔してるんじゃないの。その逆だよ。おじさんを家族って呼べなかったあの時間があったから、私はあのステージで初めておじさんのことを家族なんだって心から思えた。それまではおじさんと一緒にいることがずっと当たり前だったから、まだ子供だったから深く考えたことがなかった。だから今おじさんと一緒に暮らせなくても頑張っていける。おじさんと私がどんなに離れていても家族だって心に刻むことができたから。今日はそれを言いに来たんだ。また一緒に暮らし始めたらもう恥ずかしくてこんな風に言えないもん。そうか。ちょっとテーブルの上片付けて。カージ、こんなとこに漫画置くなよ。リズミ、コップとお水用意して。はーい。ほら、シロ、ご飯の時はタブレットしまって。ちょっと待って、
もうすぐ一通り株価のチェック終わるんだ。あんた、まさか本当に株買ったりしてないでしょうね。そんな金ないでしょ。シミュレーションだけ。三尾がまだ練習から戻ってないよ。あいつ張り切ってるな。野球推薦の話でしょ。そんなにうまくいくかな。ただいま。ただいま。はるか姉ちゃん、おかわりある？ご飯だけならね。俺、今日はおかわりいらない。この後大城と筋トレする約束してきた。おじさん、刑務所から帰ってきたら驚くね。三つお兄ちゃんがプロ野球に入るかもって。バカ、気が早すぎだよ。まだ中学生なんだから。でも野球推薦の話が来るなんて。三つお、頑張ったんだ。前はコージが教えてやってたのに、いつの間にか立場逆転だもんな。うっさい。まだ本決まりじゃないし、他にも候補はいるから。勉強の成績とか家のこととか、なんかいろいろ審査はあるんだって。家のことって、それじゃうちってやばくね？あ、バカ。いや、でも実際さ。大丈夫だって。俺が朝顔の子供ってことはみんな知ってんだから。その上で来た話なんだ。だからもし話がポシャったとしても、それは俺の力不足ってことだからさ。おじさん、私、どうしたらいいのかな。綾子、やっぱり出ていくんだ、お姉ちゃん。これ見たんでしょ。そっか、綾子も見たんだ。三尾の野球推薦のことが心配。三尾のことだけじゃないよ。この先、他のみんなにも何かのチャンスが来たとして、私のせいでそれを潰すことになったら耐えられない。私は世の中を甘く見てたんだと思う。おじさんはそれをよく分かってたから、きっと刑務所に行ったの。だからって、お姉ちゃんはここを出てどうするの？どこに行くの？しばらくはおじさんのそばにいようと思ってる。いつまで？おじさんが帰ってくるのまだ何年も先でしょ。おじさんはお姉ちゃんの朝顔出るって知ってるの？うん、
全部私が自分で決めたことだから。じゃあ私からおじさんに手紙書いておく。黙ってて。え？おじさんには私からちゃんと話すから。Seeming like it's Yakuza 5.5. She's the next oldest, right? So she's like the Haruka, you know, the Haruka. And kind of she's stuck around. Haruka's mind. She was doing the right. She felt the way she was doing the right. Keeping them out of the any possible. Haruka doesn't forget she has her abilities right. She just showed everybody. It's like she just showed everybody she's like a Greg. What's this?私の誠意だと受け取りいただきたい。それじゃあ我々とあなた方の永遠の絆と繁栄を祝して乾杯してもよろしいですかな。
Okay, that was just the prologue, huh? Setting us up now for chapter one. Izumika. だいぶ背が伸びたな。おじさん、嘘、帰ってきたの？なんでこんな急に。驚いたか？ねえ、おじさんが帰ってきたよ。みんな、おじさんだよ。おじさん！大地。バカ野郎！帰りが遅すぎるんだよ。どんだけ待たせたよ。すまなかったな、大地。おじさん、お前大きくなったな。何年ぶりだ、みんな。本当に大きくなりやがって。おじさん、変わんない。はるかお姉ちゃんは一緒じゃないの？そうだよ、後から来るんでしょ。いや、一緒じゃない。はるか、出かけてるのか？何言ってるの、おじさん。だって、はるかお姉ちゃん、おじさんのそばに住んでるって。うん、そうだよ、そういう話だったよな。うん、そうだろ、あやこ姉ちゃん。ごめんなさい、ごめんなさい。はるかお姉ちゃんが佐賀を出て行ったのは3年前。最初は電話くれてたけど、1年くらい前からは全然来なくなった。お姉ちゃんから連絡がなくなっておかしいとは思ってたんだけど、おじさんのそばにいるって言ってたから。はるか姉ちゃんにもう一回電話しなよ、今すぐ。連絡はいつもはるかお姉ちゃんから公衆電話でかかってくるだけだったし、携帯は朝顔を出た後すぐ解約したって言ってた。なんで俺らに何も言ってくれなかったんだよ。いつも姉ちゃんたちは俺らを子供扱いしすぎなんだよ。ごめん、でもみんなを不安にさせたくなかった。それにもしかしたら本当におじさんと一緒に戻ってくるかもって。でもなんでだ、なんでハルカ姉ちゃんが出ていかなきゃいけなかったんだよ。俺たちうまくやれてたろ。ハルカお姉ちゃん、泉たちのこと嫌いになっちゃったの？ううん、お姉ちゃんは私たちの重荷になりたくなかったんだよ。え、何それ、どういうこと？This is like episode 3. それでも
おじさん。はるかの。でも、はるかはそうした。わかったよ。マメも。マメ、はるか。はるかの。そうだと。はるか姉ちゃん、俺。そうか。またおじさん、俺たち。ああ。あのさ、三年目の朝顔の、そう、もしかして俺が来た。おじさんは、でも、ああ、さっきね、ハルカの SNS、そうか、ハルカにもしかしたら、じゃあ、すまないな。そうだな、知り、あいつならすぐに。そろそろ、ううん、それに、そうか、あのね、おじさんが、はるかお姉ちゃんが、そんなことだから、うん、お客様がおかけになった番号をお確かめ。おじさん、いや、え、電話が誰なら。でもそれ、じゃあ、今度帰ってくるときは電話してから来てよね。こっちもいろいろ準備があるんだから。よく言うよ、シロなんかカムロ町に行くんでしょ。秋山って男とあまり長い。はるかお姉ちゃん、わかってる。うん、それから対今度は、そうそう、またお前たちのその笑顔を見せてくれ。 I like that word. じゃあ、Man, they're progressing more into the future. He's usingLet's see, it was 2012, was it? So, a couple years later, 2016. Marvelous is the current in-game time. この町に帰ってきちまったか。おい、ちょっとそ、伊達さん。いや、まあ、たぶん、誰からも、ああ、うん、まっとうに年食っただけだ。お互い様だけど。そうだな、長かったな。しかし、沖縄に、ダラさんを殺しがあったんだ。東条会のヤクザが中国人に刺されて死んだ。カムロ町じゃ今、中国マフィアと、中国か。去年、カムロ町で、ああ、その火事が、東条会のカムロ町支配が崩れた。焼けたのはアジア街の一帯だな。その焼け跡に大陸組んで、そいつらと東条会の構想が始まって、片桐にまでされて、警視庁は躍起になってな。真島と堂島大吾を大陸に。知らなかったのか。大吾が捕まったとすると、本家の相談役だった菅井ってカムだ。知ってるか。面識はねえが、確かに二代目時代。ああ、まあ、そっか。いや、お前はもう東条会に関わる立場じゃない。そのために3年以上も無職。ハルカはどうしてる。っていうか、お前、秋山のことともというと、はるかはるか、俺も大きく、それで秋、はあ、しばらく休業してる。多分まだ聞いた話じゃどうも。何、すまんが、そう、ああ、一応言っとくが、なるべくなる。わかった。ああ。
久しぶり。もうってことは、いや、あら、そうなの。それより、そうなの、本当に桐生様。ああ、そうだ。何かしら。秋山。ああ、少し変な時期。そう、この辺り、ずいぶん理由は。そうなの、遥ちゃんと。そう。でも、あと、ママ。それじゃ。てねえな、はい、早く財布置いてけや。Yeah, this is a similar system I heard as Yakuza, the Kiwami 1 and 2. No, I'm sorry, number 2 specifically, Kiwami 2. Hey, I wasn't done yet. So... すみません。あれ？久しぶり。本当にマスター。聞きたいこと。スカイフ。あいつと。そういえば。そうか。ただ空き。その噂。そうか。はるか。あれ？ああ。あ、そうだ。でも。すまないな。Sometimes I think it's fun to... There's plenty of fights to... I felt like... kind of curious what I can get away with. I kind of like though that they weren't too... Sometimes in Yakuza 5 I was just like, dang, are you kidding me? I got the aggro one. Like this. まで乗り込んできたあなた方の勇気は認めます。でも途上界のヤクザがアジア外で偉そうな態度は良くない。エドさん、信用できないのは分かるが、今日は戦争しに来たわけじゃねえ。あんたがそっちのボスに直接口を聞ける幹部だと見込んでよ。俺らも命がけで話し合いに来た。話し合いなら、その懐の銃は必要ないのでは。
ここはあんたら中国マフィアの本拠地だからな。あくまでご信用だ。お互いにフェアで行こうや。あなた方登場会の言い分は聞かなくても分かっています。我々マフィアにアジア界で閉じこもっているとでも言うのでしょう。ああ、その代わり今度こそアジア街はあんたらの島だと認めね。ボスにはこう伝えてくれ。今後アジア街以外の場所で中国人マフィアが姿を見せたら、うちは容赦なくやらせてもらうとだ。ふん。それじゃあ今までは手加減もしてくれていたのですか。ああ、そういうことだ。うちのボスの返事はもう私に託されています。ただ私は日本語下手なのでうまく伝わるか心配で。まさか、うちの若いもんよりよっぽどうまい日本語だ。そうですか。でもやはりあなたの口からそちらのボスへこれから起きることをそのままお伝えください。ああ、おい、何する気だ。撃つ気ならさっさと撃たないとね。Here, you, this is all clear you have to do. Let us hear you! Less than optimal throughput.
almost like you want to have an elegant finish sometimes. I'm not gonna say my my finishes. Right, they were watching. Why did they leave? Why didn't they leave? They were still thinking about it. I'm gonna go have a cigarette and stare at the. And just be like, we're good. And then they saw Yondai Mesa. Senpai. Yondai Mesa. Like the fourth president. It's not really an RPG. There may be little RPG elements, but it plays like an adventure game. Like in some ways, we're playing Dragon Quest in different. Usually the modern day Tokyo, right? Or modern day Japan. I'm sorry, not Tokyo. Modern day Japan. Fictional. A modern fictional Japan. My bad, Kiryu's really feeling that, huh? Yakuza 6. I like that he at least ages. Some games where they're timeless, endless, but maybe they would just have them do other things. So much. Okay. Fortunately, we reached one of those spots where we're just gonna have to go. And there's like at least four. Wow, dude. Yes, that's what they had to do about the toys. And whatever, a couple of stream rolls would add up, and I would suddenly have enough money to buy them. Otherwise, it's like the time, you know, I'll be honest. The reason why you might see me just straight up not bother with some fights opportunities is just because of time. Where would you look at it? なんだ?何をそんなに怒鳴ることはねえだろ。何もない。どういうつもりだ?そうか。分かったよ。二流座じゃ。おい。ノーちゃん。可是这家伙就是肯走。硬要进来。何?说着吧。 就那么办吧，反正不是你能的呢。哦，喂，你好，助けてね。黙れ。なんだろう。ほう、别手下留情。Oh wow, and look, I've literally fought at this very location multiple games. I fought this. Think about this. If you know you as well. That finish wasn't... yeah.
届いてくれよ早く。 Oh man, imagine, at least Kiryu's got a smartphone. Dang. I would have thought the stars would go up. Maybe it's just how easy it is to make them go up. And at this point, I should be spending them on other things too now. スカイファイナンス知ってるのか。知ってる知ってる。そこの何ヶ月か前、秋山も中国人、あいつは東上界の6代目にも顔が利くってて。秋山いや、そうは前とは別人みたいななりしてる。おっさんは秋山。ああ何言ってん、俺は人生一家の室だってんだ。まあ、おっさんの名前キリュウだ。ほう、キリュウさんね。キリュウそんなわけねえって。Man, what if people have that awestruck, like, I don't know, like, what did they even talk about? I don't know. See, like, sometimes I just had a battle, right? It's like I'm, you know, relishing that fight, chewing my food, and then move on.Dude, I just passed two lovely restaurants that I'm sure. Oh, and welcome back to the side story, aka. I mean, to each their own in these. But.Wow, almost got the bonus. I got unlocked this speed running. Wait, what? Do I gotta do all this to leave? Good thing I thought to do that.I fought here at this little spot. I remember Yakuza fought. Yeah, I literally run up and down the street. Nanda, Sky Fire の最近、あんた古いダジだ。さあ、何か知ってるなら教えてくれ。あんた、そうだ。おお、いや、確かに間違いねえ。ずいぶん前テレビでニュースに載ってたよな。ああ秋山さんもあんたの話をしてたことが。秋山の言うこのすぐ近くその前に一つ頼みがある。なんだ。そこのコンビニで弁当を買ってきてくれ。うん、それだけだ。長年ほっ。わかった。
Okay, chat. Will we like to give them the bento lunch set or the pork? We'll just go with the bento. We'll bring them both. I like that it stacks now. I really do. I think we're good now. ありがとうございました! And then, sometimes they like to try to... I don't know, it's almost a bizarre thing in this game. When the designers have, like, sidetrack you with things like, okay, I bring him his bento, right? And he's like, oh wait, no, I like the pork bento. Now I gotta walk all the way back, grab the pork point, right? And then it's like, oh wait, actually, I don't want to eat any bentos at all. And it's like, why did I do it? I don't know, it's like you're absolutely missing. Sounds good. Regular bento. I feel like the triad is probably watching Kiryu, so they're seeing this. How did they never think to come down here? What did they know literally the underground? This is where I fought Akayama Kun in episode 4. Kiryu-san. スカイファイナンスは閉めたんだってな。まあ、なんだか中国マフィアに目をつけられちゃいましたね。とりあえず休業中です。このままずっと引き下がってるつもりはないんですけど。話は聞いてる。いろいろ大変らしいな。今の神室長は。ねえ、町がこんな状態なんで秘書の子も一旦里に返しました。 商売上がったりなところに、あの子まで危険にさらすわけにはいかないもんで。そうか。でも、お前は思ってたより元気そうだ。キリュウさんも、ようやく出所されたんですね。しかし、なんでまた神室長に？お前に会いに来たんだ。お前なら、遥が今どこにいるか知ってるんじゃないかと思ってな。 え、朝子に戻ってるんじゃないんですか。お前にも。すみません。お前これからどうします。もう少し神室長である。俺も自由。いや、あっち。あいつら。一番後ろのやつはエドって呼ばれてます。最王界のメンバーで。おへい、そうですね。俺も。エド。 文句言うわけじゃないんですけど、キリュウさん、つけられましたね。あ、メソした。今日神室町に面白い男が現れたと聞いてたが、そいつを追ってきたら秋山さんまで連れたよ。あいつ、お前が逃げ回るほどの相手なのか。まあ。 会社畳んで下水に引きこもりたくなる程度のやつだ。見違えたな、秋山さん。前からおしゃれだったが、もう私のような凡人には理解できない気こなしだね。そして、いちいち尺に触ることを言います。秋山さんのお連れの方。なるほど。雑魚じゃ相手にならないわけ。お前、
飛龍カズマ。東条会元四代目会長、二つ名は堂島の竜。日本人ヤクザの英雄だ。我々のリストにも名前が載っている。キリュウさん、無所で体なまってないでしょうね。どうだろうな、朝のラジオ体操は欠かせない。健康的ですね。哀れだが、極道は死に場所を選べない。二人とも共に死ぬがいい。Let's be wrapping up chapter one soon, I imagine. よく言うよ。そう。正直、一緒にいたマフィアってのは特別な。何にしても、この隠れ家はもう使えません。外に出ましょう。This is good. Kiryu kind of played out.Like a bit of an angel to Akiyama. He might have just played his position down there for three more years, but his quality of life is so much more. すまなかったな、Akiyama. せっかくの隠れ家を台無しにしちまった。構わないですよ。ちょうど寝るのに飽きてたとこです。するよりここを離れましょう。またエドが仲間を連れてくるかもしれない。伊達さんからだ。キリュウ、今どこだ？カムロ町にいる。児童公園で秋山も一緒だ。そうか。二人とも今すぐ東都病院に来られるか。うん。悪い知らせだ。俺もまだ詳しく聞いたわけじゃないんだが、はるかがカムロ町で事故に遭った。生きるか死ぬかの怪我だ。どういうことだ、はるか。カムロ町にいたのか。とにかく話は病院で。いいな。あ、ちょっと、キリュウさん。Akiyama's like, hey, no. Okay, I was half expecting a cliffhanger right there.You know how they do. Sometimes I like to just spread out
hit points, you know? Diversify for more health gain. Arigatou being full. We're fine. Eventually take off that bonus. Oh, it's the hospital then, the final boss fight. Or maybe no, we'll have a transition. So we'll either have another boss here, or we'll transition from some dramatic. That is dramatic. Probably did it. あんたのことは伊達さんからよく聞いている。ハルカ、どういう状況だ？ ICU にいる。とても会える状態じゃない。腰と肩を骨折して出血もあるが、一番深刻なのは頭だ。強く打って意識がない。重体だ。何があった？ひき逃げだ。無茶な運転してたチンピラが偶然居合わせた沢村ハルカを引いて、今もそのまま逃げている。引き逃げ。大丈夫か、キリル。いや、今は何も考えられない。だろうな。けどこの話にはまだ続きがある。なんだと？来てくれ、お前に見せたいものがある。車が突っ込んでくるのを見たハルカが、自分のことをお構いなしに体を張って守ったものがある。
何？Well, here we are. That is... Normally, I just click through this, but I think this is a great time to just kind of say there's our bombshell, right? Dropped, which we kind of already was teased, right, with the prologue. And we saw Kiryu happily living with the spin. Maybe we'll jump back to that moment. Otherwise, we can maybe have a certain type of... I don't know. It's like it takes attention off knowing later down the line. Future events, like the characters did survive, right? And so when there's tense moments, you're like, oh, are they gonna make it? Yeah, they'll make it, unless they do something left-handed. I was hoping to cancel it before the chapter changed, but it'll be fine. Thank you for watching. Hope you'll join me next time as we finish Yakuza 6. I'm not quite rushing, but it is what it is. Thank you. Good night.